ブルックスビル出身の元プロ野球選手。中日ドラゴンズでプレーしたウェイン・ギャレットは実定。1961年にミルウォーキー・ブレイブスと契約。1966年にメジャー初昇格を果たすが、4試合のみの出場に終わり、すぐにマイナーリーグ降格となる。1970年にシカゴ・カブスでメジャー最昇格を果たす。その後、1971年に オークランドアスレチックス、1973年に、シカゴカブス、1975年に、カリフォルニアエンゼルスと渡り歩くものの、シーズンの大半を、マイナーリーグで過ごす。サンディエゴパドレス参加トリプル A 級ハワイアイランダース、から1977年に、広島東洋カープへ入団。同年は35本塁打を放ち、翌1978年には、 広島所属の外国人選手としては、初のシーズン40本塁打を記録するなど、長距離法として活躍した。開幕から、ハイペースで、本塁打を量産し、4月には、当時の日本プロ野球隊記録の月間15本塁打を記録。また4月4日の4試合前での5号本塁打と、 4月13日の11試合目での9号から5月25日までの25試合目での17号本塁打まではそれまでのシーズン本塁打最短試合達成の日本プロ野球記録を更新したまた同年に広島市民球場で行われたオールスターゲームでは1試合3本塁打を放ち最優秀選手を獲得している外野手は本職としたが緊急時には 保守として12試合出場するなど器用な面も見せた。チームメイトにも日本人以上に義理と人情がわかる男と信頼を得ていた。2002年に広島県呉市の呉ニが球場で開催された日米 OB ドリームゲームで MVP を獲得した。引退後はカンザスシテロイアルズやシンシナティレッツ参加のトリプル a 級ルイビルでコーチを務めた。 2021年4月22日、肺炎のため死去、78歳没。野球一家で、弟のウェインも MLB と NPB でプレーし、マッテイのチャーリーもアトランタブレーブスのマイナーでプレーした。また、息子のジェイソンもフロリダ・マーリンズに指名され、4年間マイナーでプレーした。当時の NPB 選手としては巨大であったギャレットが、日本人用のプロテクターをつけると、 ランドセルを背負っているように見えたとも伝わる。ありがとうございます。